こんにちは、速稼塾の久保です。今日の懐かしいものはこの昭和40年男からですけども、この表紙がすでに懐かしいですよね。これなんですかね、潜水艦ゲームですかね。なんかここからね、パチンコ玉をこうやって落としてバーってやってね、ここにいる戦艦に当てて倒すみたいな、まるでね昭和20年代のなんか戦後のゲームみたいな感じしますよね。まあ軍艦と軍艦の戦いみたいなね。これね、私の家の近所 の, あのお兄ちゃんのところにあってやりに行った覚えがありますね。これすごくなんかワクワクしましたね。ちょうどね潜望鏡かなんかで見えるんですよね、これがね。まあこうやって戦争がゲームになるってのはどうなんですかね。ということは置いといて、上の方にちっちゃい見出しがあります。エレメカってなんですかね、エレクトリックメカのことかな。あと LSI ゲームってのも聞きました。デビットボーイ、車でいうと CRX、ズートルビ、ギエロン星獣、中村徹。あ、中村徹ってのはね、私が中学の頃結構憧れた人ですね。今でも俳優としてものすごく大活躍されてますよね。まあ、こういう風なね、表紙だけでももうワクワクして、これだけでも30分ぐらい喋れそうなんですけど、皆さんいかがでしょうか。はい、夢あふれていた俺たちの時代、18歳、昭和58年。あの当時昭和50年代にこの本が発売されてたらどうですかね。なんかすごくリアルタイムで面白いんですよね。でちょびっとだけ未来が見えてるみたいな感じですよね。これ宇宙戦艦ヤマトのリメイク版ですけども、当時はやっぱりリメイク版とかじゃなくて、ね、アニメの技術も低い中で結構頑張ってやってたかなっていうところですね。まあこういう風なね、あの宇宙戦艦ヤマトの裏話も聞いてみると、当時の涙ぐましいところとかね、予算との戦いとか、あと社会の風潮との戦いとかね、アニメに対する向かい風とか、それから期待とかってありましたんでね。よくあのオタク族って言うじゃないですか。当時はオタクって言葉もなくって、なんかね、その外からそういったアニメとかあのアイドルとかにこう燃えてる人はね、オタッキーって言って気持ちが悪がられた覚えがあります。私たちもすごく嫌な思いがした気がしますね。でも今やもうね、みんながね、自分はオタクだって表現するようになってきて、みんながオタクって言い始めたらもう誰もオタクじゃないですね。オタクっていうのはある意味のね、後ろめたさとか独特感とかね、なんかこう吐いた、こう攻撃されてる感とかがあって、どっちかって言ったらコソコソやっていたようなもんなんですけど、今ね、俺オタクだからねみたいな感じ、これオタクでもなんでもねえやみたいな思うんですよね。まあでもね、そのぐらい一般的になってきたってことなんでしょう。今逆にオタクじゃない人を探す方が難しいんで、自分はオタクですよとか言ってね、特別視を自分に対してしそうなんですけども、いや、ありふれてますからっていう感じですよね。中身を開いてみると、こういう風なゲームに対してね、いろいろと考察がなされています。野球盤とかっていうの当時流行りましたよね。今はゲームの中で、テレビゲームの中でやるそうですけど、ほらボーリングゲームとか、あらゆるスポーツが身近なものになって、同時にこういう風なね、サッカーゲームとかね、ゲームになってきたわけですよね。相撲、トントントン相撲とかね、ありますよね。アイスホッケー、こういうね、なんかよくわかんないゲームがあります。こういうのも今度ね、紹介していきますんで、よろしくお願いします。で、今日はまとめとしてこのね、伝説巨神イデオンをちょっと紹介したいと思います。当時は私これね、イデオンって見てなかったんですよ。なんかガンダムのね、アリューというか、あれのなんか真似っ子かなと思ったんですけども、結構ね、中身が根深いと。で、私ね、やっぱラストシーンを先にもう見てしまったところもあるんですよ。ラストシーンを知ってしまったっていうんですか、最後はあのイデオンの大宇宙の力がね、敵も味方も全部滅ぼしてしまって終わるみたいなね。急にこの人類がいろいろ戦ったりとかね、葛藤とかやってきて、敵とのなんかね、圧力とかあったのをどうやってくぐり抜けていくんだと思ったら、大宇宙の意志が全部滅ぼして終わるみたいな、なんだそれはと、今までのことは何だったんだみたいなね、そんなね、大どんでん返しでございましたけども、こうやって今フィルムコミックになってますんでね、じっくり読んでいこうかなと思います。初めてですね、私イデオンを見るのは、今まで見たことなかったんで。で、これはテレビ版を打ち切りになったそうなんですよ。あまりにも数字が取れにくくって、あまりにも話が暗かったんで、子供向けじゃないということで打ち切りになってしまいました。でもそうなると、一部のちょっとね、成熟したファンが、なんとか結末をやれということで、イデオンっていう映画ができてね、その映画の中でラストシーンっていうのがきっちりと描かれて、それをノベライズした本にしたのがこれだということなんですよね。1400円でメルカリで買いました。ちょっと貴重品だと思いますんで、なかなか手に入んないんじゃないですかね。あの今はね、古本屋もなくなっちゃったんで、古本屋であの目玉を見つけるってこともなかなかね、できなくなりましたんでね。私のところには古本屋もう1軒になりましたよ。ブックオフとかも何もなくなりました。本当にね、個人商店の古本屋がちょびっとあるぐらいですね。はい、それでは本日は以上です。懐かしいですね。